国慶節はベトナムにおいて1945年9月2日にフランス領インドシナから独立宣言を行ったことを記念して9月2日に制定されている祝日である。この日はベトナム社会主義共和国の建国記念日である。第二次世界大戦中、大日本帝国はベトナムを占領したが、フランス共和国も現地に泊まり一定の影響を持つことを許されていた。 1945年8月15日に日本が降伏すると権力の真空状態が生じた。この機に乗じてベトミンは全土にわたって政府機関を接収するためベトナム8月革命を発動した。ベトナム皇帝バオダイは1945年8月30日に退位し県庁は滅亡した。1945年9月2日、ベトミンの指導者であるホーチミンは ハノイのバーディン広場でベトナム民主共和国の新たな名称でベトナムが独立することを宣言しその中でアメリカ独立宣言とフランス革命時の人間と市民の権利の宣言を引用したベトナム戦争終結までのベトナム共産党政権は統一後のベトナム政府となり統一された祝日のリストを作成した新たな祝日として5月1日のメーや ベトナム8月革命を記念する8月19日、国家の日の9月2日と、ホーチミンの誕生日である5月19日が、含まれていた。退院歴のテトや中秋は、伝統に従って引き続き祝われている。ベトナムの祝日は2007年以降修正されたが、国慶節は引き続き正式な国家の祝日で、銀行休日である。ありがとうございます。